はい、こんにちは。セカちゃんの菅原です。IT を楽しく学ぶみんなの勉強ラジオ第4回です。この回は11月27日のリリースということで、もう2023年も残り1ヶ月になっちゃいましたね。今月の上旬は結構暖かい日が多くて、東京都心でも 27.5 度、11月の最高気温を100年ぶりに更新したって話もあったんですけど、もう最近は急に朝晩寒くなって、皆さん体調を崩したりされてないでしょうか？最近 YouTube でいただくコメントを見てると、基本情報取れましたとか、 Java 資格に合格できましたっていう嬉しい報告が増えてきて、まさに収穫の秋というか、年末に向けて今まで頑張ってきた成果が現れてるって人も多いのかなと思います。で、こういうのって結構流れってあるんですよね。今これを聞いてくれてる人の中にも、きっと今何かに向かって頑張ってるって人もいると思います。ぜひこのいい流れに一緒に乗ってもらって、みんなで一緒に成果を出していってもらえたら嬉しいですね。それじゃあフレンズボイスのコーナーに入ります。このコーナーは YouTube のコメント欄または Google フォームを使って皆さんからメッセージを送ってもらうコーナーです。今回のお題は、私の効率アップ学習法です。こうやって勉強すると覚えやすいとか、こんな方法で資格に合格できましたというような、いろんな回答が集まったので、これから紹介していくんですが、その前に一つ僕が個人的に感じていることですね。今まで何千人もの人たちに、学校の勉強とかプログラミングとか教えてきた経験から感じているのが、勉強のやり方は人によって違ってもいいっていうことです。というのも、人によって好みとか性格って全然違いますし、勉強してる内容とか目指してるレベルってのも違いますよね。なので、勉強方法にも人によって合う合わないがあるっていうのは普通のことかなと思います。なので、これからいろんな方法を紹介していくんですが、これ全部取り入れなくちゃっていうよりも、ああ、これ面白そうだから自分もやってみようかなっていうものがいくつか見つかったらいいなっていうスタンスで聞いてもらえると、参考にしてもらいやすいのかなって思います。じゃあ早速、皆さんから集まった効率アップ学習法を紹介していきます。ではまず最初にこちらのメッセージから紹介します。こんにちは。私のは勉強のテクニックとかではないので、効率アップ学習法とは少し違うかもしれませんが、いつも勉強するときに、これから取り組む勉強で何を身につけたいのかを意識するようにしています。具体的に言うと、何か新しいことを理解したいのか、それとも覚えたいのか、または問題を解けるようになりたいのか、それぞれでやるべきことは変わる気がするので、今の自分にどういう勉強が必要で何の力を身につけるかというのを意識して勉強内容を決めるようにしています、ということで、メッセージありがとうございました。もう本当にその通りだと思いますね。今回はどうやって勉強するかっていう話が多いんですけど、まずその土台として目的意識を持って勉強するっていうのはすごく大切だと思います。で、この後皆さんが送ってくれた効率アップ学習法を紹介していきますが、今のメッセージに沿って勉強内容ごとに、具体的に言うと理解する勉強、暗記する勉強、演習の勉強に分けて勉強のやり方を紹介していきます。じゃあまず何かを理解するための勉強についてのメッセージを紹介します。勉強を効率よく進められるかどうかは、自分に合う教材と出会えるかどうかが重要だと感じています。Amazon とかのレビューで点数が良かったとしても、その本の説明が自分にとっては分かりにくかったり、自分のレベルに合ってなかったりすることもありました。なので、自分の目で見て選ぶのが大切だと思います。もし自分にとって相性がいい著者を見つけられたら、他の教材でもその人の参考書を買っておけば大丈夫だったことが多いですね、ということですね。例えば資格対策とか独学で勉強する場合って、すごく教材の重要度って増しますよね。で、これ塾の授業でも社会人向けの研修をしてても、おすすめの教材ってすごくよく聞かれるんですけど、勉強している内容は同じでも、おすすめする教材は人によって結構バラバラだったりします。これ僕の場合なんですけど、その質問してくれた相手の好みとか、今のレベルとか目標のレベル、それに合わせてもうベストな教材を勧めたいって思っちゃうので、結構人によっておすすめしたい教材って変わってくるんですよね。で、こうやって誰かが教材を勧めてくれるような場合だったら、自分にとっていいものを選びやすいんですけど、じゃあ自分自身で自分に合う教材を選ばなくちゃいけないという時にはどうすればいいかというと、僕のおすすめは実際書店に行っていくつか本を見てみると、その時に自分がもう分かってる内容と分からない内容、これをそれぞれ一つずつ見てみることですね。ただなんとなくページをパラパラめくってる人も多いと思うんですけど、自分が分かってる内容をどういう風に解説してくれてるのか、それを見るとその説明がどれぐらい自分にとって分かりやすいかっていうのを判断できたりもします。何か教材を選ぶことがあった時にぜひ参考にしてみてください。じゃあ続いてのメッセージです。本を使って必要なことを一通り勉強していって、本だけでは分からないところを動画で確認すると理解が深まりやすいです、というメッセージいただきました。
そうですね、本は結構たくさんの内容をギュッて凝縮できるので、まあ、網羅性が高いというか、何かを体系的に勉強したい時にはやっぱり本が便利ですよね。ただどうしても、まあ、文字とか動かない図だけだと分かりにくい部分もあったりするので、まあ、そういうところは解説動画を見て理解を深めていくっていうのはすごくいい勉強のやり方だなと感じました。そして続いて、この動画を使った勉強法についてのメッセージ紹介します。動画で勉強するときは 1.5 倍から2倍速にして見ています。時間的に効率が上がってる気がしますが、その分頭に入ってなかったりして…ということで、メッセージありがとうございました。動画を倍速で見てる人結構多いですよね。僕も結構倍速視聴してます。なので、まあ早く見られるのはいいんですけど、頭に入っているのかが不安だっていう気持ちもよくわかります。そこでこの倍速視聴の効果について少し調べてみました。まずこれはアメリカの大学で実験した結果なんですけど、学生の人たちにある授業動画を見てもらって、その後試験をするという実験が行われたんですね。で、あるグループは等速、つまり普通の速さで動画を見て、また別のグループは2倍速で授業動画を見て、その後テストをしたと。で、その結果なんですけど、等速のグループも2倍速のグループもテストの結果はあまり変わらなかったという結果が出たそうです。つまり倍速視聴をした方が勉強の時間を節約することができたというわけですよね。ただ動画を早くしすぎるとさすがに理解が追いつかないということで、さっきとは別の 2.5 倍速のグループだと点数が下がっちゃったそうです。そのグループにアンケートしてみると、動画が早口で聞き取りにくかったとか、内容が頭に入ってるか不安だったっていう声があったそうです。まあ、なので早く見ても大丈夫だけど、それぞれの人に合う速度があるということのようですね。あともう一つ、これは日本の芝浦工業大学での研究結果なんですけど、動画の倍速視聴すると脳の交感神経と副交感神経、このバランスが乱れちゃうみたいなんですね。人によっては頭痛とか冷え性、あとはめまいにつながっちゃうケースもあるみたいです。で、合わせてストレスもかかっちゃうみたいで、例えば重要なプレゼンとか上司に怒られるのと同じぐらいのストレスがかかっちゃうという結果が出たそうです。で、これ僕自身もわかるなと思って、普段の YouTube の動画編集、例えばカット作業とか2倍速で見ながらやってるんですけど、ちょっと集中しすぎて気がつくとフラッとする時が結構あるんですよね。なので倍速で動画を見たり勉強したりしたい時にはこまめに休憩を入れるのが大事だなというふうに、このあたりの研究結果を見ながらも改めて感じたりしました。というわけで、ここまで何かを理解する勉強の時に意識すると良いことを紹介してきましたが、何かを理解したらそれを頭の中に留めておく、つまり暗記したい時の勉強方法を紹介していきます。英単語を覚える時にただ見ているだけだと何回見ても頭に入りません。なので意味を覚える時には口に出しながら、スペルを覚える時は紙に書きながら覚えています、ということでメッセージありがとうございました。確かに英単語って見てるだけだと全然頭に入らないですよね。このメッセージにあったように、口に出したりとか手を動かしたりとか視覚以外の感覚も使うと頭がより活性化されるのかなっていう気がしました。で、そういえば、まあ、これは僕だけかもしれないんですけど、例えば英語の文章を読んだりするときにも、ただ眺める、まあ、目で英文を追いかけるだけよりも、まあ、声に出さなくても口元を動かしながら読むことで頭に入りやすかったっていうのがありました。実際大学受験の時とか短い時間で長い英文読まなくちゃいけないんで、結構この方法をやってましたね。そして続いてのメッセージです。IT 系のキーワードはカタカナ用語だったりアルファベットを並べたものが多くてちょっと苦手です。めんどくさいけど、そのキーワードがどの英単語からできたものなのか、やその英単語の意味を調べるようにしています。意味がわからないと用語を覚えるのも難しいので、というメッセージいただきました。このアルファベットを並べたキーワードっていうのは、例えば HTML とかですかね。これこのままだと意味がわからないので、この HTML はもともとハイパーテキストマークアップランゲージの頭文字を取ったものだと。じゃあこのハイパーテキストとかマークアップ言語ってどういう意味だろうって考えていくと、確かに理解が深まるし、自然と頭にも入りやすくなりそうな気がしますよね。いい勉強方法をシェアしてくれてありがとうございました。それでは続いてのメッセージです。何かを覚えるとき、できるだけ関連用語をまとめて覚えるようにしています、というメッセージ。続いてもう一つ紹介しますね。暗記したいことを1枚の紙にまとめておいて持ち歩いています。覚えたい部分を赤いペンで書いて赤シートをかぶせて暗記するようにしています、ということで、お二人ともありがとうございました。このまとめて覚えるって効果ありますよね。僕も受験生の時に覚えたいことを紙に書くってよくやってたんですけど、それをコピーして家のいろんなところに貼ったり置いといたりしてました。はい、じゃあ続いて暗記の勉強方法、最後のメッセージです。
英単語のように何かを単純に覚えるような勉強では1日10個ずつ確実に覚えていこうとするよりも100個を素早く何度も見直した方が頭に残る気がします、ということでメッセージありがとうございます。このあたりはね、もしかしたら人によって差がある部分かもしれないなと思ったりしますが、これに関連して僕が大学で脳科学を勉強した時に聞いたこと一つ紹介させてもらうと、何かの知識を長期記憶として取っておくために大切な3つの要素というのがあるんですね。一つ目がその知識に対する理解度、二つ目がその知識に触れる頻度、三つ目がその知識に触れた時の印象の強さ、この三つです。まず一つ目の理解度というのは、その知識について、理屈なくただ単純に覚えるよりもどうしてそうなるのかっていうのが分かっていることの方が頭に残りやすいっていうイメージですね。で、二つ目の頻度については、ある一定の期間で繰り返し何度も目にした知識の方が頭に残りやすいということです。で、三つ目の印象の強さっていうのが、例えば試験本番で間違えちゃった問題とか、友達と一緒に勉強したようなこと、こういうのってその時の場面と一緒に記憶に残りやすいって言われたりします。よくエピソード記憶って言われてたりもするものですね。で、さっき紹介したメッセージは2番の頻度、繰り返し何度も触れた方が頭に残りやすいっていう部分に関係しているのかなと感じました。で、合わせて1番の理解度、単純に覚えるんじゃなくて理屈を理解して覚えるというところとか、3番の印象の強さですね、このあたりも意識して勉強を進めてみてもらうといいのかなと思います。というわけで、ここまで新しいことを理解してそれを頭に残す、記憶するというステップまで来ましたが、最後は演習についての勉強方法ですね。最初のメッセージは、いろんな問題集に取り組まない、一冊を完璧にするということで、力強いメッセージありがとうございます。これ結構学生さんも社会人で資格を狙ってるっていう人も、たくさんの問題集を解かないと不安になっちゃうっていう人結構多いんじゃないでしょうか。で、たくさん問題集を買って実際解きまくったりするんですけど、これ実は問題集の1週目ってあんまり効果がないというか、本当は2週目以降こそが得点アップにつながるんですよね。というのも、もともと解ける問題を解いてもあまり得点アップにはつながりにくいので、これ言い換えると、解けない問題を解けるようになった時、これで初めて点数って上がるんですよね。なので、Java の資格試験とかでも、よく有名な問題集、紫本と黒本っていう2種類があるんですけど、これ両方やらないとダメですかって質問よくいただきます。でも、2冊の問題集をそれぞれこなすというよりも、1冊の問題集を繰り返し解いて、解けなかった問題を確実に解けるようにしていく。こういう勉強をした方が、確実に合格にはつながりやすいかなと思います。では続いてのメッセージです。 Java シルバーの勉強で菅原さんの動画にあったマーク付けの勉強を試したらすごく効果がありました。間違えた問題に正の字を書くのと、マスターできた問題の番号に斜線を引く方法です。おかげさまで合格することができました。ありがとうございました。ということで、こちらこそありがとうございました。この正の字を書くっていうのは、問題を解いてて間違えた問題に正の字、これは正しいの正ですね、これを一画ずつ書いていきます。そうすると、もうパッと見ただけでその問題は何回間違えたかがわかると。なので、例えばちょっと今時間ができたから画数が3画以上の問題だけ解き直そうとかいう風に、重要度をつけて勉強ができるようになるんですよね。あとはなんとなく自分の得意分野とか不得意な分野、これに気づけるようになったりもします。これ僕自身ずっとやってる方法で、もうまさしく効率アップにつながる方法だと思うので、問題演習するときはぜひ試してみてください。そして次に紹介するのが、きっと独学で勉強してる人、同じように困ったことがあるって人も多いんじゃないかと思います。演習では解く時間を意識する、5分考えてもわからないときは答えを見るというメッセージいただきました。続いてもう一つ合わせて紹介すると、一人で勉強していると問題が解けなかったり、解説を読んでもわからないときがあります。自分が納得できるまで解説と向き合うことも大切だとは思いますが、どう頑張ってもわからないものはわからないので、ある種諦めみたいなものも必要かなと思っています。ただ、わからないことを放っておくのは良くないので、私はわからない問題を一覧にまとめておいて、1週間おきとか定期的に見直すように意識しています。その間に勉強を進めたことで新しく理解できるようになっていることもあるので、私にとっては自分に合っているやり方なのかなと感じています。ということで、お二人ともメッセージありがとうございました。これ独学で勉強してて、もしわからないことがあった時、周りに聞ける人がいればいいんですけど、そういう人がいないというケースも結構多いですよね。で、誰にも聞けない時に、このわからない問題を一覧にまとめておくって方法、とてもいいなって感じました。1週間おきとかに見直すということで、きっと将来の自分に聞くっていうイメージですかね。
で、勉強って分からないことをどうやって解決するのかっていうのが結構大切だと思うので、こういう勉強結構大事だなと感じました。で、合わせて話しておくと、もし皆さんが勉強している内容、僕が YouTube で公開している内容だったら、その動画のコメント欄で質問してくれれば、まあ、できる限り回答するようにしているので、もし何かあれば YouTube のコメント欄で遠慮なく聞いてもらえたらと思います。ここまで私の効率アップ学習法をお伝えしてきました。いろんな種類のアイデア送ってもらってたんですけど、今回は大まかに理解、暗記、演習のフェーズに分けて皆さんからいただいたアイデアをまとめてみました。日々コツコツと目の前の勉強を進めていくっていうのももちろん大切なんですけど、勉強のやり方をブラッシュアップするっていうのも同じぐらい大切だと感じてます。これは一日一歩ずつ着実に前に進むっていうのも大切だけど、その一歩を広げる意識っていうのも大切というイメージですよね。今回紹介したアイデアの中から、もし皆さんが、あ、これ一つでもやってみようかなっていうものがあれば嬉しいですし、そういうものがあればぜひいろいろと試してみてほしいなと思います。というわけで以上、フレンズボイスのコーナーでした。さて続いては新コーナー、教えて菅原さんのコーナーに入ります。このコーナーはこれまで20年以上学生や社会人教育に携わってきた僕が、皆さんからいただいた質問や相談に回答していくコーナーです。今回はこちらの質問に回答します。自分は駆け出しのプログラマーですが、菅原さんの動画を見ているといつも感心します。わかりやすい上にプログラミングに関することで知らないことないんじゃないかって思うぐらいです。そこで質問なのですが、菅原さんのように幅広く深い知識を得るにはどのように勉強するのがおすすめでしょうか、ということでメッセージありがとうございました。まず幅広く深い知識を得るにはどのように勉強するのがいいかっていう質問なんですけど、ちょっと回答ずれちゃうかもしれませんが、まあ、きっと僕の場合は企業向けの IT 講師っていう仕事柄が結構大きいんじゃないかなと思います。よく研修やってると受講生みんなの前で質問を受けるケースって結構あるんですけど、そこで質問に答えられないともうそこで講師としての信頼を一気に失っちゃうんですよね。で、さらに研修の中でもし万が一違うことを教えちゃったとすると、会社対会社でクレームが来る時もあります。もう最悪の場合、返金要求とか損害賠償にも発展しかねないような問題なんですよね。なので研修の準備をしている時にわからないことがあればもう納得ができるまで調べますし、研修中もうどんな質問が来ても大丈夫なように徹底的に準備をしています。この程よいプレッシャーっていうんですかね、まあ、これと人に教えられるレベルに上がるために必死に勉強し続けてきたっていうのが今につながってるのかなと思います、まあ、というのが率直な回答ではあるんですけど、今これを聞いてくれている方は IT 講師じゃない人が大半だと思うので、まあ、ここからはもし講師じゃなかったらっていう前提で話していきますね。まず程よいプレッシャーっていうところで言うと、高校生であれば学校のテストとかその先の大学受験があれば自然とプレッシャーはかかると思います。で、社会人の方はやっぱり普段仕事で大変だっていうのもあると思いますし、ただ勉強してるだけだとどうしても続けるのが大変な時もあると思うんですよね。なので例えば何月何日にこの資格を取るとかいうふうに締め切りを決めておいたり、さらにそれを家族や同僚に宣言するとかいうように軽くプレッシャーがかかる状態を作れると勉強につながりやすいのかなと思います。で、さらに教えられるレベルっていう話もしたんですけど、これ僕がずっと教える仕事をしてきて感じるのが、何かを理解するのって3つのレベルがあると思うんですね。まず最初のレベルが分かるというレベルですね。つまり何かの本を読んで書いてあることが分かったとか、誰かの話を聞いて言ってることが理解できたっていうイメージです。言い換えると何かをインプットできたっていうレベルですね。で、さらにステップが上がるとできるっていうレベルになります。問題が自分で解けるとかプログラムが書けるっていうレベルですね。で、自分ができたことを他の人に教えられる、ここまで来ると自分の頭の中でもいろんな知識が整理できている状態なので、さらに理解が深まっている状態かなと思います。で、さらにここからが重要なんですけど、この3つのレベルの中で最初の分かる、ここまでの勉強で満足しちゃってる人がすごく多いんですよね。例えば参考書を読むだけとか YouTube の動画を見るだけっていう感じですね。で、こういう勉強って、まあ、すごく楽なのでそこで止まっちゃう人が多いっていうのもすごくよくわかるんですけど、実際に求められるレベルって試験では問題を解いたりとかプログラムの開発でも自分で書くっていうレベルじゃないですか。なのでちょっと面倒ではあるんですけど、実際に問題を解くっていう勉強とかプログラムを書いてみるっていう勉強までできるかどうか、ここがすごく実際に結果を出せる人と頑張ってるんだけどなかなか伸びない人、ここを分けてる気がします。このようなアウトプット系の勉強、ここを意識して取り組んでいくとより深い理解につながっていくので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。というわけでこのコーナーではこんな感じで皆さんからの質問や相談に回答をさせていただきます。もし何か僕に聞きたいことがあるっていう人は、フレンズボイスの回答を募集している Google フォームの一番下その他の項目からもう何なりと送ってもらえたら嬉しいです。
以上、菅原さんに聞きたいのコーナーでした。みんなの勉強ラジオ第4回をお伝えしてきました。今回からね、皆さんからの質問や相談にお答えするコーナーも始めたりしてみたんですが、フレンズボイスのコーナーと合わせて皆さんにとって役立つ情報をお届けできていたら嬉しいなと思います。では最後に次回のフレンズボイスのお題を発表したいと思います。次のテーマは、教えてあなたの睡眠ルーティーンです。今回勉強の効率を上げる方法を紹介してきたんですけど、そのためにはまずしっかり集中できる状態を整えておくっていうのが大切ですよね。で、そのためには十分に睡眠をとって頭と体の状態を整えておくっていうのが欠かせません。で、よく考えてみると、寝る前の準備とか起きた直後の行動も含めると1日の3分の1ぐらいは睡眠に費やしてると言えます。そんな大切な睡眠について次回はシェアをしていきたいんですが、皆さんが普段気持ちよく眠るために意識していることとか、決めた時間にちゃんと起きるためにやっていること、さらに目覚めを良くするためにしているルーティーンなど、特に寒くなってきて朝布団から出にくくなってきた今だからこそ、より良い睡眠のアイデアをみんなでシェアできたらいいなと思っています。例えば早起きをするために毎日アラームの音を変えていますとか、すっきり起きられるようになんとかっていう睡眠アプリを使っていますとか、あなたが普段良い睡眠をとるために取り組んでいることやルーティーン、それを教えてください。募集方法はこのポッドキャストの説明欄に Google フォームへのリンクを貼っておくので、そちらから送ってもらうか、 YouTube で聞いてくれている人はそのコメント欄から送ってもらっても大丈夫です。また僕に質問や相談したいことなどがあれば、 Google フォームの一番下その他のところから送ってください。どちらか片方だけ送ってくれても大丈夫です。たくさんのメッセージお待ちしています。それでは次回までみんなで楽しく勉強していきましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。